前やばいって言ってた時は3000円。一番やばいらへん。ああやばい、これはやばい。終了します。おっす、負けたらアカウント削除。おっす、キヨキヨです。そしておっす、こうです。テーペロ、おっす。はい、というわけで負けたらアカウント削除第27回になりました。うわ、来たね。やばい、めちゃめちゃ皆さん大好評につきありがとうございますというところなんですが、一応ルールを確認しておきます。ルールは目標は3800、高チャンネルは達成できなかった3800、はい、目指します。で、課金は10、ただ負けたらマジで削除するんで、わリスクが高まる。で、裏で負けてんじゃねえの、ギュギュンっていう人は、あのクラロ、今ので、あ、脳が揺れた。あのクラロ API で検索すると、あの脳が揺れた履歴が見れるんで。だけどそれネタバレになっちゃうかなと思うんで、ちょっとあの、あんまネタバレやめたい人はやめた方がいいと思います。そして今日のウロキン、ね、3100です今。はい。で、エリババがね、たまに出てくるんですけど、年頃で、3300いったらスパーキーだぜよ。同時にエレクトロウィザードチェケラ、ライトニングドラゴンも来るよチェケラ。なんやこれ何このメタが、メタが全部来るライトの優勝やん、このね、この界隈だったら。ということで、今日のルキンということで引いちゃいたいと思いまーす。欲しいのはナンバとベビドラ、ベビドラ、ベビドラ、ベビドラ。参ります。ベリー、うわー、来た来た。さあ、集中してベー、それ今ちょっと自分から吹っ飛んでった。これは、これが当たり屋ですよ皆さんボン、うお、ボムタワー。俺、分かった、ボムタワーを永遠に取っといた方がいい。じゃあ、え、取っといた方がいいの、出なくなりそうじゃない。あ、そっか、じゃあボムタワー取っとこう。うん、そっか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 。頭いい、あなたさて頭いいね。ボン、おお、うわー、でもザップだよね結局最終的には。あいや俺ザップ大好きだから、愛してる。炎上、炎上。でも俺はザップがよかった。これで炎上したらやばいでしょボン、あー、これ微妙っすね。どっちとも微妙なんで、持ってない方をもらいたいけど、でもどっちが持ってないか分かんないんで、まあーちゃんにしときます。いきます、ポジンキ。おお、ムート、ムートが、あれムート、ムートって、あ、エリババと同タイミングで出るやつだこいつね、うん、プリンス。プリンスいきます。レベル10で高いんだけど使ってないっていうね。ポジン、いや、いらねえ、いらねとか言っちゃった。じゃあ、オブオさん、オブオさんで、オブオさん参ります。次スーパーレアでね、めっちゃ重要。ベビードラゴン、カモン。うわおつらみ、おしぶみ、これはフリーズ、バルフリ、ペッカフリーズないや、ね、ないな。ボウラーにしときます。で、ボウラーにして、はい、あのアップグレード報酬でタワーレベル上げたい。確かに、10とかにできるかもしれないんで。それではウルトラレア、ランバージャックよ来い。ナンバーピボピボ、あれピボ両字に押したからじゃないの。ランバージャック、あい、うわ、ええウッド、読まない、このなんかこのコンビ多くない、多い、ウッド3回連続ぐらいこれね。はい、まあでもね、ちょっとやっぱウルトラレアたまんの結構大変なんで、はい、ということで今日もトラゲしていきます。怖いんだよ、怖いな、だって負け作だから、見てる方もヒヤヒヤするからさ。ちなみに負け作だよ、うん、知ってる負け作って、消えちゃいます、消えちゃいます、はい、負けたらこの方から封印されます。俺結構愛着湧いてきたんだけど、このデッキに湧くでしょ、湧くでしょ。ねえ、いきます、一個一個集中していきます。ポン、だってこれも一個一個集中していかないと。そう、キングタいきなりもう13度が来たらね、もうどうしようもないからね。7、え、待って、これで7はやばい、3100、絶対サバーカや、3100で7、なんか孫悟空みたいな名前してるし。集中します。うん、まあまあ俺猫自由ですけど、怖っ、待って、怖ない、絶対うまい、絶対うまいよね、絶対うまい。あ、でも美味しい、ワンパン、これワンパンいくでしょ、おお、ワンパンは熱い、やばい、間に合うか、オッケー、おお、キヤキヤキヤ、少年少年少年、間に合っていく。お、でも身入ってる、おいしい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 、やべ、この人うまいよ。でもだってこの人とレベル一緒だったら俺確実に負けてた今。確かにウィザードね、確実に負けてた、ワンパンじゃなかったら、お、負けてた俺、ぶっちゃけわかる、そんぐらいわかるおお、いくね、諦めた、いっちゃうよ、ラッキーションズでーす。諦めた、諦めた、
うえーい、諦めんのいいこの人、諦めんの、まあもうレベル差で勝てないと分かったんじゃない、あ、そういうこと、うん、でこの人やばない、確かに、おい、いく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 、おー、怖っ、マジ、うん、え、この人絶対サバカやん、絶対サバカ、2億パーサバカやじゃん、2億パーめっちゃ少ないんじゃない、確かに俺が今100勝ぐらい、約170、まあ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 って感じか、まあまあまあ、意外とでも前戦った人400勝とかだったから、確かに、だから結構スムーズにいってるパターンだよね、才能あるよね、いきます、まあ僕課金してるんで、もしかしたら課金してない無課金アカウントかもしれない、参りたいと思います、ボン、怖い怖い、タワーレベルガチャが怖い、マッチングしたいんだ、あまり、おお、まあ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 、これはまあよろしく、動画が一番安心するよね、いや安心しちゃいけない、安心した瞬間負けるから、確かに俺それで負けたわ、急します、無言気を、気を、無言気を、うお、出すね、俺なんか出せなかった今ネクロが出せなかった、強ミニペッカ、ミニペッカ強いね、うわ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 、バルキリオさんが、オッケー、来た、最強パターン来ました、あ、怖い、え、待って、ビルドキューや、相手、あ、めっちゃ入ってる、びょー、サクサクキューさん、サクキューさん、サクサクしているサクサクパンダ、よし、ラーメン食っとこう、うわめっちゃ出すやん、さっきも見たな、この光景、ワンちゃんはやばいよね、なんか、うん、なんかフリーズとかされた、確かに、だからネクロを出すのが怖いんだよ、うおザップ、うおー、打ってこない、怖っ、出して出して、うわーあー、偉い、あなたは偉い、ネクロ偉い、あなた実質ゴワード、ゴワード、うん、ここで行くのは危ないんだよ、もう行っちゃうかもしれないけどね、俺はね、美味しくない、なんかなんか美味しい気がする、うお、出すな、めちゃめちゃ出すな、はしまい系ビーポーだね、はしまいジャパンか、はしまいジャパン、さあここでウッドミスれば、おっと、確かに、あ、エリクさんないんかな、ウェーイ、おお、え、これでウッドだっけ、ウッド、バル、バーバじゃないっけ、ロリババじゃないっけ、違う、ウッド、ウッド、ウッド、美味しい、美味しい、もういっちゃいます、それ、相手もエリクさんキツキツスケジュール、ペッカすっげえ殴るな、お前、ブチコリくん、ブチコリくん、ブチコリ、ブチコリくん、ドズゴリくん、よろしくで、ドズゴリくん、あ、でもなんか、はい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 、このペッカの安心感やばない、一旦ペッカ出しとく感、そう、出しとけばなんとか防衛してくれるっていう価値観ムーブ、うわエロいエロいエロい、いや、もう言葉はね、浮かばなかった、聞き逃さなかった、俺はエロいこれいったでしょ、さすがにいったでしょ、これ岡山系サンクスじゃない、ウェーイ、あー、怖い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 、だから俺どこで詰まるかですよ、言ったら、確かに、グッドゲームなあ、でも今日は見てて安心できるよね、俺は、確かに確かに、でも7の人怖くね、次3200、はぁ、おいいだね、うわー、これどっちっすか、ロイホギじゃね、さすがにロイホギーでいく、ロイホギー、うん、ボムタワーはね、いや俺スパーキー楽しみすぎる、確かに、あと130でしょ、言うて、頑張っていきたいと思います、See you next time! ポン、また会おうって8、8で3100だよ、まあまあ、怖くね、いるの、いるの、若干怖い、若干怖いよね、でもなんかいそうじゃね、8ぐらいはワンチャン、まあワンチャン、ワンチャン、ちょっと上手い人ってことだね、うん、俺もう、はい、この謎の1個何円でスタンプって250円、そう考えて嫌だな、なんかそう考えて嫌だ、でも使う回数分さ、その消費してるからさ、どんどん安く感じる、こうスタンプ交換してる間に、そう、ああ、え、9、9きた、9きた、高いな、意外とスケルト、美味しい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 、それ美味しい、それ美味しい、うわぁ、キョスケ系ピーポーか、おぶね、は
ギリギリ入らん。入んのこれ。入らんか。ウッド使ったタイミングでのこれは激アツすぎる。オッケー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 。ああ一瞬飛んできてる。夏の虫した。ワンちゃん？いや俺は。ああ怖い怖い。危ねえ危ねえ危ねえ。ワンちゃんとか言って。ワンちゃんとか言って。え違う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 。つってあれ俺落とし目だと。違う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 。自分の記録守りたいがためにそういうのやる。じゃあ俺抜かしてほしいかもある。あそうなの。そうだってね抜かされないとコーチとしてもさやる気出ないじゃん。なるほどね。うん。どういうことやる気。いやいやいや、もし次やった時にさ目標がないとやっぱり。なるほどね。そう走ってくね。走ってきますね。え、ん？捨て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 たわ。試合捨て？いや、なんか怖いけどな。カバーって出てくる？カバーって。あ、捨てたわ。捨てたよね、さすがに。マジ？ここで捨てるの？捨てた。なんか今日ありがたいね。なんかありがたい、ありがたい。運がいいんじゃない。頑張れって言ってんの、うん、運がいいんだよ最近ずっと。ウェーイ素晴らしい。最近ずっと運いいんだよ。ほんとだ、相手落ちてるね。ね、3200。おっといけない。ウェーイちょうど行きました。熱い。うわー、ありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがとうございます、ありがとうございます。うわ3201。あと600でしょ。え、近くね。あと 600? あと600で目標達成でしょ。でもどこまでいけるかやる気はない。確かに。参ります。ポン、ああポン。3200ってさ、うん、前ヤバいって言ってた時は3200一番ヤバいらへん。あああヤバい。ああこれはヤバい。終了します。よろしく。キングタワー10はヤバい。終了します。終了します。うお、バーバリアン久しぶりに見たな。うわ、ディガバルキリー意外と硬いんだよな。これ行っちゃいます。うわ、行くね。攻めすぎ。いや、いいと思う。このね、後ろの公園ネクロが強すぎる。強、マジで。一瞬で溶かして今これ行くな。いいね。はい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 。ワンチャンペッカ投げるか。おお、殴っていく。俺ね、プレッシャーかけます。あ、調子乗った。これ調子乗ったパターンやろ。ちょっと調子乗ったかな。ちょっとちょっと調子乗ったね。集中集中で勝てないよ。うお、これ実質ゴアドでしょ。ゴアドゴアド。ありがてえ、ありがてえ。いいね。ちょっとこの人後ろだな。傾向と対策を見ていきます。この人後ろに出したい病っすね。出したい癖がある。見ましたよと。あなたの癖見つけましたっていう。あ、本当にそうだよね。出す位置読んじゃえば毎回当てれるからね。めっちゃ重要。ミクロ真下にいながら。アドがすごいと思うな。わかんない。いやどうだろう。普通ぐらいだと思う。めっちゃ思ってる。また後ろにディガー来るでしょ。ここよっしゃい。傾向と対策。このバーバリアプラスのディガー、何この毎回同じ攻め。赤本、赤本、赤本か。赤本、傾向と対策を見ていく。おー、これは決まるんじゃないか。うわー、タワー10怖え。タワー10が怖い。でもなんか圧勝っちゃ圧勝じゃねえかなところ。まあでもまあ普通に差はあるからね、レベル差は、うん、このネクロの鬼。あ、あなた後ろですねと。オッケーずっと後ろ。あなた後ろ、あなた後ろ。マジで後ろ。後ろが好きなんですよ、この人。え、今さらどういう状況、どういう状況。いやーでも10、俺もなんかね、その見てる方は多分まあ安心して見てられると思うんだけど、うん、
俺やっぱここまで来とるから確かに負けたら終わりじゃん。ここまで来たら抜いてほしいね俺的にも、うん、だから安心してできないのよ。なるほどね、見てると安心だよ多分。ということで今日はこちら、浪費していきましたけども3200到達という感じでございました。次回3300目指してね、おースパーキービリビリ警告目指して頑張りたいと思いますんで、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いします。高チャンネルのチャンネルリンク動画の説明欄にございますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録して動画を見てみてください。そしてプレイリスト、再生リストが、負け作のプレイリストあるんで、ぜひとも皆さんね、まだ見てない方はぜひとも見ていただきたいですし、今後のやつもここにぶち込まれるんで、ぜひとも皆さんこちらチェックしてみてください。おすすめ動画もございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。